え今回は初歩的なトラブルということで、えー、ピントが合わないというケースについて説明をしたいと思います。 まあ今更という方もいらっしゃると思いますけども、意外にですね、撮影をしているとピントが合わないということで、慌てている人が非常に多いんですね。ということで、どういうケースでピントが合わないかということを説明したいと思います。まずですね、えー、本当に消耗的な話なんですが、電池が入っていない。まあ、バッテリーが切れてるということですね。でこれは、あの、当然当たり前ですけども、 普通に考えれば分かりそうな話なんですが、まあ、例えばですね、先ほどまで切れていたのにピントが合わなくなってしまったというケースなんですね。で、これは一眼レフの場合にはですね、液晶でピントを合わせるわけじゃない。光学ファインダーで合わせてますから、そういった時にですね、覗くと見えるわけです。電池が入っていなくても、もしくは電源が入っていなくてもですね、ファインダー上は見えるんですね。ところが、シャッターを押すとなるとシャッターが切れない。これはもう電源が入っていない。バッテリーがないということがあります。 ま,あこのまず2つのケースが考えられるということですね。そして他にもまだまだあります。もう一つはですね、よくある事例で言うと、セルフタイマーですね、セルフタイマーのセットをしていてですね、撮影をしているときには、意識をしているからいいんですけども、例えばストロボをシンクロさせるようなですね、セルフタイマーを使って撮影をするような状態、そして次の撮影はセルフタイマーではなくて撮りたいと言ったときに、セルフタイマーのセットを忘れてしまっているんですね。 ですので、次撮った時にですね、先ほどまでは切れていたのに、切れないというイメージになります。前回のことを忘れてしまっているということですね。なので、シャッターを切ってもですね、10秒後しか切れませんので、変なところでシャッターが切れるということです。まあ、こういったことがよくあるんですね。で、その切れたタイミングがずれてるところで分かればいいんですけども、どうしてもですね、押しても押しても切れないもんですから、 慌ててしまってですね、頭の中でパニックになってしまう。というのはなぜかというとですね、そのような状況というのは、今すぐ切らなきゃいけないタイミング、そこで切れないから慌てるわけですね。まあ時間がじっくりあればいいんですけど、じっくり時間がない時にですね、ついつい慌ててしまうということがあるわけですね。まあこういった事例。それとちょっと特殊な事例なんですけど、えー、レンズがちゃんとついていない。レンズを交換した時に、レンズがきちっとついていない。 でえ、バイオネットですからカチッと音がするとこまで行けばいいんですけど、まあ、例えば音が、周りの音が大きいとかですね。そういう時にはその音がよく聞こえないわけですね。で、その時に、つけてはいるんですけど、完全にバイオネットのロックがかかるところまで行っていない。この時にですね、シャッターが切れなくなりますね。一番ケースとして多いケースなんですけど、これは、コントラストがなくなった場合。例えば先ほどまではオートフォーカスでピントが合っていたのに、 えー、急にピントが合わなくなってきた。まあ、ちょっと見てみましょうか。こういう状態ですね、えー。先ほどまでこうやってコントラストのあるものがある時にはピントが合うんですが、こうやってピントが合うものがなくなった。そうするとですね、途端にピントが合わなくなるんですね。これは、えー、カメラがですね、コントラスト検出をするからですね。コントラストがなくなってしまうと、こういったことも起きます。ということで、今挙げた事例。一番多いケースから行きましょう。一番多いケースはですね、 コントラストがなくなってピントが合わない。そして、次に多い事例とすると、セルフタイマーが作動中である。それと、レンズがちゃんとついていない。バッテリー、カード、電源が入っていない。それとですね、もう一つあるのはですね、近すぎる。レンズによってですね、ピントの合う距離っていうのが違うんですね。 ですので、例えば標準レンズで40センチまで寄れましたと。ところが望遠レンズになると1メーターまでしか寄れないということが多いんですね。1メーターしか寄れないレンズを50センチも寄ったらどうなるかつっ,ったらピントが合わないわけですよね。ですので、今まででしたらそのピントを回してですね、ピントリングが当たったところ、そこが最短距離というのは認識できるんですけど、最近のように自動のオートフォーカスのレンズになってからはですね、そういうこともほとんど意識しないわけです。 ですので、通常使っているレンズであれば、十分間に合う距離であっても、例えば望遠レンズにすると近づけなくなってピントが合わないという事例が結構多いです。こういったことを覚えとくだけで全然違ってきますので、このような事例があるということを覚えておいていただくといいと思います。